します、ちょっとそ考えてて、うんうん、いやまさかその萩田さんからランクルが来ると思わなかったんですけど、いや僕はいいなとは思ったんですが、なんかほら先週杉田さんスポーツカー系って言ってたじゃないですか。でも四駆も別にありって感じですか、ああいうランクルみたいな。あのね、絵的に良ければ何でもいいの。絵的に良ければ、うん、そう。なるほど。というのもね、僕も外堀埋めてって今のになってるんだけど、はい、今の方向性になってるんだけど、最初話してた時って、はい、僕だからミニ四駆好きでしょ、はい、だからスポーツカーとかスーパーカーに乗りたいって思う、やっぱり思うからちょっとね、はい、スポーツカーというかスーパーカーというか、ああいうビジュアルかっこいいんだけどもっていう やつだよね、方向性としては。ただし2ドアだよね。まあそうですね、大体ね、はい、で家族だったりとか友達とか3人になった時送ってくわみたいな感じ。例えばピクニック行くと、ピクニックはないかもしれないけどどっか行くって難しいじゃん。いやまあそうですね、かっこいいけどね、はい、あんな友永さんみたいに何台か持ってるんだったら1個は別にいいけどさ、はい、だから何台か持っててクーペというか持ってるんだったらいいけど、その人用だよなと思ったのね。なるほど。僕だからペーパードライバーだからさ、はっきり言って難易度の高いやつってちょっと怖いから、うんうんうん、すごい乗りたいんだけど今じゃないよなっていうのがちょっとあるんだよね。雨ざらしになったよね、多分この辺の駐車場だったら、ね、まあ、そうですね、いい車買ったとしてもね。確かに。でスポーツカーがそういう考え方で、もう一つは乗りやすさだったりとか、うん、を考えて、SUV を考えたのね、うん、そこへ来ていろいろ調べていった時に、それは昔ランクル欲しい時があったなみたいなで、あ、そうそう昔ね、そうなんです。というのはランクルって絵的にかっこいいわけよ、僕からすると、はい、そのフォルム、うん、フォルムはかっこよくて、で5人乗り、5人ぐらい乗れて、しかもどうやら丈夫らしいっていうのと、あと、うん、ギャップ、うん、さっきのスポーツカーもそうだけど、僕がまさか乗るわけないじゃんっていうのがやっぱりちょっと満足感になるわけだよね、はい、まさかチャリじゃなかったんだみたいなところがあるじゃんね、はい、で僕の印象どんなか分かんないけども、なんかやっぱりこれ変な話だけどさ、おーって思ってほしいわけよ、あ、そうでもないんだみたいな、ちょっとかっこいいねみたいな風に、やっぱりちょっと驚いてサプライズにちょっとなってる方がいいなと思ってて、でその後ランクルってでかいでしょ、はい、でかいしラグジュアリーな感じもするし、性能も悪くはないような気がするし、っていうので見た目の良さ、しかも何人か乗せれる、しかも乗ってて長距離とかもね大事な、乗りやすいような気がすると。仮にだけどさ、その誰かとランデブー走行じゃないけどさ、とかいた時にさ、絵的にじゃあ撮ろうぜってなった時に、まあ誰かはポルシェなり、なんか誰かは 何か乗ってた時に、自分はランクルの60でも106でも何でもいいんだけど、70でも何でもいいんだけど、それ乗ってたらやっぱり杉ちゃんやっぱりいいねってなる気がするんだよ、ね、はい、客観性だよ、はい、僕が見たらそう思うわけよ、うん、うん、いやランクル、まあ、全然他もあると思うんですけど、一個のチョイスとしては僕は全然いいかなと思います。そういうオフロードというか、どっちかというとアウトドアなイメージじゃないですか、ランクル。そうだね、それに杉田さんが乗ってるっていう一個ギャップはやっぱり面白いというか、僕はかっこいいなと思いますし、うん、なんか写真撮りたいよね、ランクルにこう上に座って撮るみたいなで、僕のヨレヨレの服みたいなの着てごついね、ああいう可愛いんだけど大きな車にね、はいはいはい、ちょっとエモいもんね。いいですね。それで僕は車乗ってないし分かんないから、まあ、言うなれば車好きの方だと思うから、どのように見るのかなと思って、それもで前提としてペーパードライバーだから、まあ、当然だけども、なんだろう、乗りやすい方がいいわけ。まあ、ね、それはそうですよ ね。で小回り聞きづらいわけだよね、大きいやつ。まあまあまあ、そうで、ガソリンめちゃめちゃ、ガソリンじゃないか、まあ、燃費があんまり良くなくて、車高がちょっと高いとかね、例えばね、スピードが出ないとかさ、そういうのもあるし、ちょっと先輩の意見を聞くそれで言ってみたの。なるほど、うん、
いや、なんかどこを杉田さんが重要視するかですよね。だからその見透かされてる感っていうのは僕も分かるんですよ。いや、これだからなんちゃってじゃん、うん、でいや、まあ、思う人は多分いるはいるんでしょうけど、例えばものすごいランクルマニアの人、うんうん、そうだね、ランクルノリの人、ノリの人、うん、からしたらこれはなんか邪道なカスタムなっていう人もいると思うんですけど、うん、そのなんかやっぱとりあえず安心というか、うん、壊れないっていう部分を第一に優先するのであれば、もう僕はそこは気にしなくていいと思うんです、うんうんうん、ただでもちょっとそこも引っかかるなっていう部分もあるなら、逆にもう本当に当時のランクル探して乗ってしまうっていうのは僕は全然ありだと思うんです。要は旧車と呼ばれる時代のランクル、それであればそれはそれで僕は全然僕はかっこいいと思うんですよ。なんだったらペーパーなのに杉田さん一発目旧車買ったよって、これはめっちゃいいと思うよ。あ、本当、はい、あ、なんかやっぱこだわりがあるんだな、好きなんだなって伝わりますし、うん、なおかつ全くやらしくないですし、あ、本当、はい、なんかそこを狙って買うのは僕は全く問題ないと思うんで、それはいいと思います、うん、で、あとああいう四駆ってまあ小回りはね、普通の車と比べたらあれかもしれないですけど、やっぱ目線高い車って乗りやすいと思うんですよ、うん、運転しやすいですし、あとランクルってこうかくっついてるんで、前がこの角が分かるんで、うん、逆に運転しやすいっていうメリットがあります。これだとね、丸いとね、そうなんです、うん、今の現代の流線型のやつだと、うん、空間がね、そうなんですけど、だから全然そこはそんなに心配する部分ではないかなと思う。だからもう本当に例えば当時のじゃあ80何年式のランクル買いましたって言って、じゃあどっか壊れました、はいはいはい、そうだね、っていうのも、じゃあ杉田さんがそこを、いや、これはもうこういうもんだし、それは古い車だからっていう、そこのメンテナンスも込みで愛すことができるのか、手のかかる女の子なのか、そうですね、そこを楽しめるのか、いや、ちょっともう鬱陶しいなってなったら、やっぱ今の車乗るべきだと思うんです。難しいところだね。そうなんですよ、もうずっと共に生きるよっていう、10年で乗るよっていうなった時にどっち選ぶのっていうね、こっちは楽しいけど面倒くさくって、こっちは、ね、安定はしてるみたいなね、うんうん、だからそこめっちゃ大きいポイントですね、そこを楽しめるか楽しめないかだと思います。もちろんお金かかるんですよ、うん、でもまた壊れた、もう、うん、もうぐらいの感じで、うん、やれるのか、ちょっともう年はってなると、そこはやっぱ現代を選んだ方が僕はいいと思います。そこですかね、判断基準としては。そうだな、いや、でもああいうなんだろう、アウトドアなイメージじゃん、ランクルって、そうね、それ杉田さん乗ってるっていうのが俺はいいと思うんだよな。しかもライトブレーカーベージュがいいな、うん、あ、だよね、うん、だよね、だよね、これ、このどっちか、わかるわかる、わかる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 、めっちゃわかるわ。あ、そうですか、めっちゃわかるわかる。なんかちょうどトップにね、こっち側が乗ってたのよ。あの、はい、ただサムネだからさ、あれがあるわけじゃないからね、なんだけど、できればいいよ、うん、かわいいし、今のあのズボンみたいな、あ、そうですね、うん、あんまない色だからいいなって思った、青くれって、今の車で、あ、そうだよね、それだけでかわいいよね。そうですね、ベージュもそうやけど、あんまないから、でもあのサイトから見積もり送れるよ、あの色カスタムして、違う違う、それ買わないで、いや、終わっちゃう、見てない、はい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 、見ました、あ、なんかあったね、はい、うん、シートとかで、ね、大事の靴みたいな、そうそうそう、自分で全部選んで、結局あれ、イノベーション車みたいなことだもんね、そうですね、で、オプションでどんどん高くなっていっちゃうんだよね、多分ね、いいな、でもなんか、だから多分そこから受けて作るみたいな、ね、ああ、どうなんですか、2ヶ月ぐらいかかるのかな、パーツ切らせてるやつ、そうそうそう、オプションってさ、何つけた方がいいかな、何そのナビは当たり前だとして、でもどんぐらい数あるんですかね、ナビとかオーディオ関係とサンルーフがあるかないか、あ、いいね、サンルーフいいね、それ多分ちょっと値段変わると思う、いいね、
え、でもさ、乗ってさ、鎌倉行きたいよね。鎌倉行きたいし、乗せてほしいっす。そう、一緒にさ、で、写真撮りたいよね。撮りたいし。あったわ。ね、乗せてくれるっすか。何、そのエモい写真撮りたいよね。いいっすかね。プチ旅行行きましょう。ねえ、行きたいよ。どうすかな。